お世話になっております日本の人口増加を目指す男藤江です今回のテーマなんですけれどもコロナ後遺症がテーマでございますある国立の研究機関がですね大規模調査をしてこちら気になりますよねワクチン接種率によるコロナ後遺症の発症傾向が解明とありました解明されたと いうことですけれども果たしてですねワクチン接種をね、まあ、するかしないかなどでコロナ後遺症のね発症率であったり症状などをね緩和されるとかどうなのかなというところかと思うんですけれども気になりますよねこれ皆さんと一緒にね見ていきたいと思いますどのような研究だったんでしょうかではですね大きくしたいと思います はいこちらですね国立研究開発法人医薬基盤健康栄養研究所というまあ、国立の研究機関がですね公表しておりますちなみにですね、えー、厚生労働省の所管となっておりますあ皆さんねちょっとこれでもうね動画見るのやめないでいただきたいんですけどねまあ、厚生労働省ね所管ではありますけれどもちょっと一応中身見てみませんか皆さんね良、えー、かったらお付き合いくださいはい で出たのが今年の7月の18日、ね、少し前なんですけれども COVID−19 後遺症コロナ後遺症について12万例を超すかなり多いですね12万症例を超す日本初の大規模データを解析実施したと、はあ、電子カルテ情報を用いて日本国内におけるコロナ後遺症の年齢や ワクチン接種率による発症傾向を解明したとありますよ皆さん、ね、知りたいですよね解明されたようでございますけれどもどんな感じなんでしょうか、えー、書いてありますねもう一回赤字で、ね、力強く、ね、COVID-19 後遺症についてコロナ後遺症について12万症例を超す日本初の大規模データ解析実施ですね。 年齢やワクチン接種率による発症傾向を解明でございますどんな内容なんでしょうか、はいこちらがですねまとめになるんですけれども、まずどういった前提の調査かというところ、ですね全国にまたがる特集会メディカルデータベースの電子カルテ情報を活用しということであの特集会というですねもう全国に病院を持っている大きなグループですよねこちらね。 北北海道から、ね、沖縄まで病院だけで75施設あるということですけれどもそういう大きなです、ね、医療機関のデータを使って解析したということですね。でこのコロナ後遺症について0歳から85歳を対象として12万症例という規模でもう国内初となる大規模調査を実現したということでね。 なんかねもう期待が高まりますよねどういう結果になったんだろうそしてえ結果ですねこちらね頭痛倦怠感味覚嗅覚障害といった後遺症は急性期から見られなるほどこういった症状は、えー、コロナに感染して、えー、すぐ割とすぐね出ていると、えー、でその約1割が長期化する一方うん。 はい一方うつや肺葉症候群といった症状は肺葉症候群というのはね、えー、あまり、ね、体動かさなかったりしてねどんどん体が悪くなっちゃうそんな感じでしょうか、えー、特に高齢者層で約2割から5割と効率に長期化する傾向を認めました。高齢者がね 要注意とといううことでしょうかそれから頭痛倦怠感うつ傾向肺腰症候群味覚障害嗅覚障害などの COVID−19 の後遺症の発症率は流行の中心となるウイルス株や国民のワクチン接種率などによって異なることを明らかにしました。ワクチン接種率でコロナ後遺症が 変変化すするるると、とと異なるというううことででね。どう変わるんでしょうか。特にうつや肺葉症候群の発症率は60歳以上の高齢者で優位に高いことが分かりましたとこちらとちょっと似てる文脈でしょうか、はい、そして60歳以上の高齢者では c o v i d ィ1 9発症後に要介護度が上がる傾向が見られ、はい、ほぼ寝たきりに近い要介護度4および5の患者が 増加する傾向のあることが分かりましたということで、えー、まコロナにかかってしまうと、えー、高齢者のですね、まあ、介護度が上がってしまうというそういう傾向があったということです。まあ、気になるのは僕ねここなんですよね。はい、もうここですよ。ワクチン接種率でね、えー、異なるとコロナの後遺症異なるということだけど、どう異なったんだろう。えー、ちょっとね、もう解析の結果というところを僕ね一時抜粋してお伝えします。 えー、期限株やアルファ株が流行した第1期に比べなるほどこれ年でいうと2020年ですかね、えー、最初の武漢型やねアルファ株が流行したのを第1期というふうに定義づけておりますね2020年って感じですねそれが第2期2021年が、ね、メインでしょうかデルタ株そして第3期というのが2022年 オミクロン株流行期ではコロナ後遺症の発症率が大幅に減少していることが分かりましたと。なるほど。この、ね、ウイルスが、ね、変化していく、まあ、年もどんどんね2020年から20212022と移っていく中でコロナ後遺症の発症率は大幅に減少していることが分かったということですね。 まあこれは僕らにとってねいい話ではないでしょうかね。また、はい、起源株やアルファ株流行時は人口の2割未満しかワクチンを接種していない時期であるのに対し、なるほど、えー、まだねワクチン接種が始まったばっかの時、えー、が第一期ですね。そしてデルタ株オミクロン株流行期は人口の 7割以上がワクチン接種を完了している時期でもあることから、えー、ウイルス株の種類に加えて、えー、国民のワクチン接種率もコロナ後遺症の発症率に影響している可能性が考えられましたんなんかね僕これ一応ね見たんですけどねこの文章ね。これだけ… のようですよあのワクチン接種率がねコロナ後遺症の発症率に影響している可能性は考えられましたとさっきねなんか解明されたみたいな感じだったけどねこの部分をですね、まあ、グラフなどもありましたのでグラフでも説明したいと思うんですけれども、えー、2020年のですね、まあ、1月から、はい、2022年の、ね、約3年間ぐらいの 中で第1期期限株かアルファ株というものが、ね、流行っていた時期が第1期という定義デルタ株が流行っていた時期が、ね、第2期という定義第3期がオミクロン株ということでね、まあ、3つに分けているわけですよ。でその時々でこの、ね、流行株の違いとともにワクチン接種の回数もですね第1期の時はそんなにもう始まったばっかでね もう第2期の時はあのかなりね接種が進んでいた時期だとでオミクロン株流行期はね三回目を打っていた方もねかなりいたということですねまあ、これは事実としてそうなんでしょうけどもはいそしてさらにですねこういったグラフがあります第1期第2期第3期というね色付けがされていて、えー、各ね頭痛とか、えー、倦怠感とかうつとかね各症状によって 1> 第1期第2期第3期でどれくらいの割合でね発症があったのかということです。でちょっと色がね2パターンあるけれども急世紀と満世紀でね分けてあるということですけどまあこれ大ざっぱにね見ればいいと思うんですけどとりあえずね第1期ピンクが結構皆さんねこう縦長になってますよね、うん、各項目において。で黄色第2期が、えー、まあ場所によってはね 1> 第1期より多いところもありますけど基本的にはピンクより黄色がね下がってるところが多いですよねはい、まあ、ここなんかはね味覚障害の慢性期は第2期がね抜けてますけれども、はい、そして第3期は、えー、オミクロン株の時は、えー、さらにですね第2期、まあ、第1期と比べても低いところにね、まあえー、いわゆるコロナ後遺症の、ね、発症率が低くなってるということで どうやらですねこれをもってワクチンが効果があるんじゃねえかと言ってるようでございますけれども皆さんどう思いますかね、うん、ワクチンが、ね、コロナ後遺症に関係している、解明されたという、ね、この触れ込みで読んでみましたら大きな流れの中でコロナの後遺症が年々ですね 発症率が低くなっているというのがまあ大前提の中であって、でまあ二つの主な要素がそこに絡んでるんじゃないかと、一つはあの流行株がですね、あのデルタとかオミクロンがこう変異しているというまあそっちのウイルス側の変化という点と、あと国民の接種率がね、まあ基本的にはどんどん高くなっているという、まあ、要素があると思うんですけれども、まあどれがね、コロナの後遺症のね発症率をね、まあどちらかがね下げているのか。 あるいはね、まあ、両方関与しているのかっていうのは分からないけれども僕はね思うのはじゃあワクチンが、ね、え効いてるからというこれ前提でねえ解明されましたというはいこちらですね,ねコロナ後遺症について12万症例を超す日本初の大規模データ解析を実施して、はいね、こう年齢やワクチン接種率による発症傾向を解明とあるんですけれども。 このタイトルにですね、えー、あった、まあ、期待に応えた内容だったのかね皆さんはどう思いますでしょうか、まあ、僕はね知りたいのはこういう方が僕は価値があると思ってますあのワクチンとコロナの後遺症というテーマでねこれ宮崎県が出している資料なんですけれども、えー、新型コロナウイルス感染症の後遺症の実態把握調査というものをやっています。で、期間は 令和4年の9月から令和5年の5月末までですね。で、まあ、そんなにね12万人とかではないけれども一応115人の、まあ、宮崎県民でしょうねからの、えー、後遺症になってますという方からのね、まあ、返事があったということですね。ちなみに接種歴不明なし皆さんね接種歴もちゃんとわかる方だということですけれどもはい。 115人のコロナ後遺症者ですね4週間以上症状が続いたという方なんですけれども115人のうちですね未接種が14%ですね1回接種止まりが 2%2 回接種止まりが 16%3 回接種止まりが 50%4 回目行かれた方が18%ということで。 ね、あのー、コロナ後遺症を、ね、ワクチンがね、まあ、防いでるかどうかこれでね因果関係わからないんですけれどもどこでもそうだと思うんですけどね県民の2割ぐらいの方がね未接種でいらっしゃるのかなと思うんですけれどもコロナ後遺症になった方の、ね、中で未接種の方が14%逆に言うと86%がワクチン接種済みの方がねコロナ後遺症でね 悩まれたということですけれども、まあですね。先ほどの12万人の規模のねまあ、調査も大変貴重なものであると思いますし。し合わせてですね。この宮崎県の今データも合わせてですね。これ答えが出ないんですけれども、やっぱり考えなければいけない話かなと思っております。またいろんなデータを見ながらですね。皆さんと一緒に考えていければと思っております。それでは今回は以上とさせていただきます。藤井でした。ごきげんよう。体に気をつけて。また会いましょう。